おはようございます。特化塾の久保でございます。まあ影響力をつけるとどんないいことがあるかってことがまあよく議論されてるんですけども、影響力っていうのはですね、どんなつけ方があるかっていうと、まず一つはね、今お勤めの会社で目覚ましい業績を上げたり、それから昇進したりとか、要するにね、いや何かの役に立ったと思われる人なんでしょうね、きっとね。で、会社の中で影響力があるつもりでも飽きてないとですね、これはかなり苦しい摩擦を生じることになります。そしてですね、会社の中でなかなかね、影響力が持てないと、うん、業績も上がらないと、目立つような人間にならないという方は、まあ忘年会に行ってね、業績をそこでね、出すってこともあるんですけども、まあ会社での仕事での影響力を諦めて、地域で影響力を発揮するという方法もあります。単純にですね、ご近所の方と仲良くするっていう方法とか、自治会活動とか町内会活動で、まあ目立っていくっていうことがあります。要するにね、みんなの嫌がることを引き受ける人って、やっぱりね、頼りにされるんですよ。そういう意味で言うと、お願いする人よりもお願いされる人に自分がなっているかどうかってこともありますよね。それからね、三つ目なんですけども、会社でもなかなかうまくいかない、それから地域社会でもなかなかうまくいかないって方に残された最後の方法としては、インターネットでの影響力っていうのがあります。こういうふうに YouTube をやってね、YouTube の視聴者さんとかチャンネル登録者数の方を集めていくっていう方法あります。視聴者さんが集まるってことはかなり期待されてお願いされてるってことなんですよね。また放送してくれないかなと、もっといい内容でやってくれないかなというふうに、お願いされてるわけなんですよ。で、逆にですね、お願いする方、いい YouTube ないかなとか、いい情報ないかなっていうふうに、なんかありませんか、お願いします、お願いしますって探す人っていうのは影響力が永遠についていかないんですよ。さあ、翻って、皆さんの方はいかがでしょうか。自分がですね、誰かに頼まれる人間になってるのか、誰かに期待される人間になってるのか、要するに影響力のある人間になってるのかってことが、かなり、大きなね、人生の左右するファクターになっております。影響力がないとどんなことが起きるかっていうと、人に頼んでも答えてもらえないとかね、簡単に切り捨てられるとかってことになってくるんですよ。影響力がないわけですから。でも影響力があると、この人を敵にしたらやばいなとか、この人を味方にしておきたいなっていうふうに思わせることができるんですよね。それは当たり前ですよね。皆さんもそういうふうにして人のことを色分けしてると思うんですよ。この人は敵にしたら怖いから味方にしておきたいなと、この人は味方じゃなくてもいいなと思ったら、やっぱりね、存在な態度に出るとかね、こういうのあからさまですからね、ご自身では意識してなくてもされた方としてはかなり、感じるところだと思います。やっぱりね、立場を変えてみると、あ、やっぱりなって思うことがあると思います。今日はですね、影響力がある、影響力がないっていう話で、お伝えしてみましたけど、皆さんどう感じたでしょうか。それではですね、いってらっしゃい。はい、影響力についてちょっと追加ですね。YouTube を使って影響力をつけたいと思っている方は、3つのファクターね、要素に気をつけることができると思います。一つはね、サムネイルですよね。要するに YouTube のこの画像といいますかね、これはポスターみたいなもんなんですよ。このサムネイルを見て人はクリックするかどうかを決めますので、まあ映画もね、ポスターが刺激的だったり、それからその中に語られているキーワードとか数字が自分の心を引くものだったりしたら、ちょっと見てみようかなっていうふうになるわけですよね。だからそういったサムネイルに注釈するべきだと思います。例えば、いくらいくら儲かりますよみたいなの書いていくと、やっぱりね、注目しちゃうんですよね。やっぱり人っていうのはね、お金が儲かるとか、お金が損するとかね、税金だとかね、そういったことっていうのはやっぱ人は敏感だと思いますね。副収入とか副業とかね、FX で勝つみたいな、そんなキーワードを入れていく必要もあるかと思いますね。それからタイトルですね。タイトルっていうのは検索にかかりやすいするためのものなんですよ。ですんで、タイトルを見てクリックされるというよりも、タイトルによって、サムネイルを見てもらう可能性が高くなるってことなんですよね。この2つ、サムネイルとタイトルってものをちょっとね、意識して考えてみるといいと思います。それから3つ目は内容です。やっと内容になるんですよ。そうなんですよ。内容がどんなに良くても、タイトルが良くなければ、サムネイルを見てもらう可能性が低くなりますし、サムネイルが悪ければ内容を見てもらう前に、素通りされてしまうんですよね。まあですんで、先ほどの一つ目、サムネイルですね、二つ目、タイトル、こういったものに、注目するべきかなというふうに申し上げました。そしてやっぱりね、クリックして来てみたんだけど、内容が悪ければ二度と来てもらえません。チャンネル登録も起きません。ですんで、数字が伸びないということになってきますんで、内容もやっぱりね、凝る必要があるんですよね。内容ってのは何かの問題解決ができたと思わせるような内容ではないといけませんし、次も見てみようかなっていうふうに次に期待させるものでないといけないですよね。このように期待と伏線回収、期待と伏線回収、これを繰り返すことによって安定した視聴者さんが確保されて、そしてチャンネル登録も起きてくる、しまいにはですね、シェアされるってことも起きてくるんですよ。そういうふうに動画を作ってみてはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。